皆さんこんばんは。今回の動画のテーマはアジの釣れるポイントを確実に見つける3つの方法とはというテーマでお届けいたします。よく視聴者さんからお寄せいただく質問で最も多いのがアジの釣れるポイントを教えてくださいというものが多いです。特に若狭湾のアジは新出鬼没系アジと言われていて、昨日バック調だったのに今日はさっぱり釣れないよという現象がしょっちゅうあるんですね。ですのでベテランさんでもさっぱり釣れない時があるくらいです。しかし今からお伝えする方法をあなたが実践していただければほぼ確実にアジが釣れるポイントを見つけることができます。今からお伝えする方法を実践しても釣れない場合はシーズンオフか、あとは急激な状況変化でアジがお気に入っちゃったんじゃないかなと思いますので、そんな時はもう素直に他の魚を狙った方がいいかなと思います。ではいきます。まず一つ目の方法、それは釣り具屋さんに教えてもらう。もうこれは定番中の定番ですね。釣り具屋さんには様々な情報が入ってきています。しかもそれらはかなり新鮮な情報です。ですのでほぼ間違いなくアジのいるポイントを見つけることができます。ただし釣り具屋さんもボランティアでやっているわけではありませんから、ジグヘッドとかワームの1つのいや2つはそのお店で購入した方がいいんじゃないかなと思います。では次は2番目の方法、これもかなり確実性の高い方法です。それはあなたが各漁港を弾丸するです。もう下手な理論はそっちのけで、なんかあるじゃないですか、潮通しのいいポイントを選ぶとか、ディープエリアに隣接しているシャローエリアがいいとか、いろいろあるでしょ。もうね、そういうのは、気にせずに、とにかく数頭キャストして釣れなかったらもうどんどん移動しまくるんですね。そのうち釣れるポイントに当たるでしょうし、それ以上に釣れるポイントには間違いなく他のアジングをしている方がいます。そのアジングをしている人がいるポイントは釣れるということなんですね。これがね、餌釣りとは根本的に違うところなんです。ルアー釣りっていうのは、寄せて釣るというんじゃなくて、こちらから魚のいるところに行く、これが基本的なスタイルなんじゃないかなと思ってますので、下手に回遊待ちとかをせずにもうどんどん移動していってください。ちなみに回遊待ちをするときはもう絶対ここで釣る自信があるという時だけにしておいた方がいいんじゃないかなと思います。次に3番目、これはかなり強烈な方法です。先述した弾丸の応用編として、1日釣りは諦めてとにかくポイント探しに徹するんですね。でその際あなたはどう見ても釣り人ではないなというスタイルで臨んでほしいんです。普通に、パーカーとかジーンズを着ているとかそんな感じですけども、そして手にはデジカメを持っていてほしいんですね。持っていない方は中古で安いものが売っていますので、それでも全く問題ありません。スマートフォンよりもいかに釣り人でなくカメラで風景を映しているんです、それが私の趣味なんですという雰囲気でいてほしいんです。そして、時間帯はいつでもいいので、とにかくいろいろなポイントを巡ってほしいんですね。その際お持ちのデジカメで各ポイントをくまなく撮影していて、家に帰ってから見直すと次の兆候につながっていくわけなんですけども、それ以上に重要なことがあります。それは移動しまくっていると大抵1人か2人か釣り人を見かけます。そして彼らにこんにちは釣れますかといろいろ話を聞いてみてください。するとあなたの服装や手に持ったデジカメなどを見て、この人は釣り人ではないなと判断されるといろいろ教えてくれます。コツは釣りにはそこそこ興味はあるけどめちゃくちゃ興味があるってわけではない、
というスタイルでいてほしいんですね。すると思わぬ情報を得ることもあるわけです。特に若い方、まあ私もまだまだ若いつもりですけども、20歳前後、20歳前後の方ですね。なんかね、もう20歳っていう魅力があるんですね。元気で礼儀正しい若者がいろいろ聞いてくると、ついついいろいろ教えたくなるもんなんですね。ですので、あなたが20歳前後の方でしたら、チャンスです。本当チャンスなんで、今のうちにこの方法で情報をどんどん仕入れておいた方がいいですね。ちなみに逆ですね。逆にあなたが釣りしているときにデジカメ持ってにこやかに釣りのことを聞いてくる方がいらっしゃったら、もしかしてリュウジさんの動画見ていますと伺ってみてください。話に花が咲くかもしれません。それでは今回はアジの釣れるポイントを確実に見つける3つの方法をテーマとしてお伝えさせていただきました。あなたが感動の一味と出会えることを願っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。